はいどうも、グリーンピースです。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 グリーンピース。爆弾を確保しろ。どうもグリーンピースです。本日もレインボーシックシーズやっていきましょう。レインボーシックシーズというゲームはですね、5対5で戦う FPS ゲームでございます。非常に楽しいゲームです。今日はね、ミュートとかいうね、邪魔を使えるオペレーターを使っていこうかななんて思ったりしております。海岸線で、ね、こう、防衛場所はブルーバットサンライズバンですね。で、しっかりアーマーも回収していけ。そして、しっかり自分の仕事も、そして、ここにもさらに置いていかなきゃいけないんですね、これは。ガチ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 ガサンライズバー補強してますかね。サンライズバー屋上からの車線が怖いのでこちら側を補強がないですね。補強がないですね。これは役割を取ってくれたでしょうか。これはあるならサンライズキッチンでスレッジによってしっかり破壊すると導かれているので、キッチンにいるやつをこちらからしっかり殺していきたい。盾がいますね。今回盾のオペレーターがいますので、ここでしっかりロックしてあげたい。なんということだ。なん、あーちょっと、あーごめんなさい。なんということでしょうか。しかし、ここで死んでいくことで逆に敵を油断させていく。これがコート戦術。グリーンピースのコート戦術。そうです。これがコート戦術。ナイスです。ナイスです。ルーク頑張れ。ルーク頑張れ。P90 が火を吹くか。ルーク頑張ってください。ルーク頑張ってください。ルーク頑張ってください。もう最後の人は、これからも問題立ちましょう。みたいな。もう一度、残念ながら、ここだけではないので、さあ、残念ながら、味方が、よいのが珍しい。続けようか。さあ、第2ラウンドがございました。第2ラウンドにしまいました。ということでしょうか。あらららら、さすがに抜けていく。これは絶好のチャンスで、何を使っていくのか、何を使っていくのか、ああ、もう一人増えちゃった。ダメだ。何を使っていくのか、何を使っていくのか、ということで、今回は上も補強していきたい。上も補強しつつ、しっかり射線を通して敵を殺していく。これが QED。This is QED。ああ、残念です。あんまりちょっとここは遊撃はしづらい。遊撃がしづらいよね、キャスが。いや、だがアクアリウム側で敵を抑えることができれば、そこでもう、The End Run でございます。This is Run。ロン、いや、もはや天砲、役満ですね。あ、今ドローン通りましたね。しっかりビジョンの役満果たしていきましょう。てめえ逃げんじゃね。さあ、敵役でここ、これから殺していきましょう。はい、しっかり、まあ、少々ね、サンライズがあるぐらいでしまいました。あれ、もう、キルを前かまさないところでは、あれのプレイでございます。サンライズできた場合、ここは完全にもう、やるしね。もう絶対に決めず、ハイパーのネタが、自分のハイパーを手抜き、ビジョンの人生、アクアリアに戻しましょう。アクアリアに戻りたい。バカらしい、バカらしい、惜しい、痛ましない。屋上からの車線が怖いではある。屋上からの車線が怖い。だが、ここにこんなに集結する必要はない。ここにこんなに集結する必要はない。というわけで、勇気の、勇気の勝手でございます。勇気の勝手で、さあ、しっかりかけることができたんで、ここで一旦敵ましょうか。ここならば、屋上から車線が指で取っていない。ただ、一本の動けば、これでも GN で、あ、屋上に来ますよ、屋上に来ます。これも混じってる。ここで帰りたい。しっかり帰っていく。さあ、ミラー窓も張ってあるので、ここは非常に有利に打ち合うことがありますね。ミラー窓。あ、そういえば現在、シックスインビテーションがね、なってる、あのし、レインボーシックシージュ、この今やってるゲーム、世界大会ですね。世界大会が、あったり、なんということは、裏からこれ来るぞ。世界大会が壊すから来るぞ。裏から来ない。ここでマッチを組んで、あの、あれみたいな、怖いと裏からがないとは、まだないと思っております。だから、ここにいるが、これは甘い。甘さすぎる。3枚とか割られますね。3枚とかエースによって割られていく。さあ、プラントをしているが、ちょっと少々ね、あの奇抜な声が出てしまいましたが、これはあのあれです、冷静です。私は至って冷静です。私は至って冷静なので、よだれがデラデラ言います。土の中に溜まっていますが、私は、そしてですよ、というわけで、僕職人から攻撃を使って今2段目で取られています。確かに実は、私は大体の数字が分からないです。まあ大体と現実的に最近はチャンコレンタ選手のチャンピオンに実力マッチ、まあちょうどいいのでくらいのクイックマッチ、少々鼻水も出てきて、ちょっと単が変わらずできましたが、攻撃を取っていきたい。ここでドローンをしっかり回していくことが勝利とつながっていく。全てのキーパーソンでございます。キーパーソン人気なんですね。キードローンでございます。キードローンということは、結局持って上を回して、いきなり団子でシェイ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 でございます。いきなり団子をシェイ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 と面白いですね。ケルドグンスソーの話をしているので、皆さんに赤くなりたいと思います。皆さんの場合は、アクアリウムがあるでしょうか。アクアリウムの上から帰ってくれそうで、上から1枚潰していきたい。ところで、なんだこの引っかかりは、ファッキュー。しっかり監視カメラも壊していく。監視カメラを壊すことによって敵の戦力はもうこれで半減です。確実に殺せる、やれる、もうそういう風な、思いが私の胸をつついております。さあ、一旦一瞬だけピーク、はい、ファッキューでございます。非常に面白くないゲームです。もう一生皆さんやらない方がいいです、これは。というわけで、味方をしっかり感染していきつつ、ドローン、カメラを見てサポートしていきたいが、サポートするのが何もないので、ナイスでございます。アマル、アマル、ナイスでございます。これは勝ったでございましょう。これは勝った、ナイスです。4対1、
4対1、アマルの LMG、弾薬を出しまして、弾薬が物を置くからは何がいるんでしょうか。さあ、モンスターに向けていきたい。これが勝つかどうか、ここは最後の弾薬がないプランドです。彼の機銃はすごいでしょう。いや、アマルなので彼女です。はい、ナイスでございます。おお、すごいクシナ、すごいクシナ。ハイパーピスト、ハイパーピスト。まだもう40でもさすがに熟女すぎます。まあまあ、熟女もね、なんとかさすがにね、あそこで割り当てに気持ちが近すぎるので、そこはちょっといろいろやばいですね、NG でございます。というわけで、次使っていくのは最強のオペレーター、アッシュでございます。フラッシュバンのね、削除によって、もう正直このラウンドで負けると思っていたんで、ただいまだなありますというかね、なんかあれなんですけど、下に油も下がちょっとつっちゃいそうですね。下がつっても、下がつる。下がつるなんてことこう、あのことあるんでしょうか。ないと信じたいところではあります。下がつるなんてね、もう絶叫ですよ。部活の時に足がつる。そういうことで、ほんとだけで絶叫してたんです。下がつるなんて、想像したくないレースがなかったら、割と絶叫。あー、なんてことは、どこにいる。さあ、行きましょうか。わからない。色変えた。あ、セーフでございます。多分、これございます。これが私の言いたいところではあるが、全然びっくりしていない。セーフでございます。はい、しっかり抜いていた。なんということだ。どこにいる敵は。おい、どこだ。てめえだけは逃さないから。お前はしっかり目が入ってるのが一番ないから。さて、まだいる。まだいる。まだいる。ここで入っていくことが、すべての危機となるでしょう。はい、バカ。はい、オールキルとエース。はい、完璧でございます。なんということでしょう。こんなとこでエースをするなんて思ってもみませんでした。完璧なエースでございます。はい、うますぎる、うますぎる、うますぎる。なんということだ、うますぎる。ここでエースを決めていく。これは本当に CG なんじゃないか。ここは CG、AG だった。すいません、本名は出ました。ここはピオンでお願いします。ここはピオンでお願いします。私の名前はグリーンピースでございます。グリーンピースというのが、言われていたのでございます。はい、足を使われてしまった。それから、グレネードの引き上げも可能です。スレッジを使っていくわけですよ。あれですね、海岸線ではもうかなり有用なオペレーターと私思っております、スレッジは。もうこれで負けすぎなし。水分補給も果たしてなぜ負けるんでしょうか。完璧、完璧の何ものでもありません。フラググレネードもしっかり使って敵をイージーな、ファンタスティックキルを決めていきたいところではありますが、さあ、ドローンもしか待っていこう。今回の場合場所どこかな？キッチンでしょうか？キッチンだったら次作業をしっかり手いってあげたいところだが、キッチンじゃありませんね。またでもブルーバーでしょうか？いや、ペントカーどこだ？どこが防衛なんでしょうか？これは。防衛場所がちょっとわからないですが、防衛場所はガツコだと。あ、こちらが来ます。ビジルとリージョンです。これは来ますよ。これは来ますよ。ここはどっちから行きましょう。本当に。意味がわからない。盾を俺は持ってない。盾を持ってないということで、ビスに牽制があると思います。はい。他の場面のビスがね、攻撃側が圧倒的にやったら、ちょっと行きましょう。さあ、ここから行きましょう。さあ、これは予想外だ。やばい。やばい。やばい。ちょっと待って、それは。ごめん。あ、どうやら敵が倒れで勝つんですね。まさかの勝利。残念ながら、グリーンピースチーム敗北ということで、幕引きとはなってしまいましたもの、まあ、途中のグリーンピース選手のエースなどね、もう完璧ではなったんでしょうか。まあ、あのプレーがなければここまで続いていなかった。すべてはグリーンピースのおかげ。負けたのもグリーンピースのおかげ、敵が勝ったのもグリーンピースのおかげ。そういうことでございます。というわけでここで今回のレインボーシック CG 実況を終わりにしておきたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。チャンネル登録と Twitter のアカウントをフォローでグリーンピースの最新情報をゲットだ。